両企業で拡大し続ける紛争のせいで有事やってもの自体が危ないらしいってニュースで言ってた。パークのやつ、ユーピオどころか国が消えたらどうする気なんだろうな。それでも俺は最後まで見届けるつもりだ。そして一体誰が何のためにこんなことを始めたのか知る。それが自分にとって現時点でサーフの持つ意味だと思う。最近の命令って治安の維持としては変じゃない？こんな状況でそれって絶対おかしい。近いうちに必ず何かあるはず。あの男、パーク司令には気をつけた方がいい。ニューコムのナノテクノロジー研究所で緊急事態発生。建設作業用に大量配備されていた実験中のナノバイトが原因不明の暴走を起こした。現在も増殖を続けており非常に危険な状態だ。直ちに対処しなければならないが、目標のナノバイトは微小で目視することができない。レーダーで探知し、ナノバイト中和剤 ANB を投下、駆除せよ。Eradicate fire. Bullseye.
ニューコムのナノバイトの暴走は諸君の活躍により食い止めることができた。いつもいつも何かあるとあなたに助けられて、今度もあのままナノバイトに期待をやられたら、きっと心が機械になる痛みに耐えられなかったと思う。でも子供の頃、私機械になりたかった。どんな病気も死でさえ修理してしまえる、そんな体になりたかった。私は生まれた時から一度も太陽の光を浴びたことがない。そんな病気はまだほんの子供だった私に生きる意味を失わせるには十分だった。近所の公園へ出るのに、まるで宇宙旅行にでも出かけるような姿にならなければならなかった。やがて外の世界から隔離されたように、自分自身によって心まで閉ざしてしまうまで、そう長い時間はかからなかった。そんな時、あの人に出会った。エレクトロスフィアの持つ力とその可能性を教えてくれた。その出会い、私を普通の人間として扱ってくれた最初の人のことを、私は心から信じていた。体こそ触れ合うことはできないけれど、だからこそ心はスフィアの向こうで誰よりも分かり合っているつもりだった。あの人のためだったら何でもできた。いつ滅んでもいいと思っていた肉体なんてどうなってもよかった。たったそれだけのことで彼が持っている翼を私も手にできるのなら。でもそれは間違っていた。私が始まりだと思っていた時こそ、あの人にとっては終わりの時だった。あの男ディジョンが手にしたかったのは私なんかじゃなかった。こんなにも弱いからこそ被験者となり得た私の体だけ。また私は私自身の体に裏切られ、その時心に決めていたの。人間としての心まで捨てて手に入れたこの翼だけは絶対に離さないって。だけどね、私少し分かった。今までずっと私にとって翼が心のすべてだと思っていたんだ。でもそれは違うよね。私が人間でいる限り心はちゃんとここにあるって。だからこれから私少し強くなろうと思う。翼がなくても空は飛べるってね。今日は聞いてくれて
ありがとう。